ボンドチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。ボンド大阪、浅井です。高橋です。本日はね、また高橋くんと、はい、ご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、高橋もね、本当はね、車両販売担当、はい、そうです。なので、はい、まあ、カスタムのとこに出ていただいているのもね、まあ、ちょっと、違う感じなんですけれども、まあ、大阪はね、結構車両販売、カスタムがアフターパーツ取り付けが、まあ、一体となってさせていただいているので、高橋もねカスタムのことよく分かってますし、はい、協力しながら動画の方撮影進めてます。またね、撮影していただいているカメラマンの方も大阪店はメカニックの伊藤くんがしてくれているので、はい、動画の編集までしてくれているので、まあ、その辺総力戦でというか、はい、まあ、みんな協力しながら、まあ、専任がね大阪ちょっといないんであれなんですけれども、みんな協力しながら動画を大阪店は撮影させていただいております。はい、なのでね、温かい目で見守っていただければと思います。そうですね、ぜひ。僕らも慣れてませんので、はいはい、いただければと思います。お願いします。じゃあ今日はね、また早速この車を紹介していただき、はい、行っていこうと思います。はい、今日はベントレーのフライングスパ。はい、フライングスパ。で、今回もダブル12。ダブル12。そしてマンソリ。マンソリですね。浅井さん2代目ですか。2代目ですね。2代目ですね。前回黒だったんですけどね、前回黒だったんですけど、今回白で。はい、まあどうしてもね、最近なんかベントレーとか、まあ、ロールスとかゲレンデとか、うん、まあ、ちょっとね似たような車種ばっかりちょっと続いてはいるんですけれども、はい、やっぱりね売れてるですよね。売れてる、単に売れてるんで、やっぱり入庫も多いですし、やっぱり紹介する機会も、はい、まあ、多くなってくるかな。やっぱり旬の車なのでね、うん、その辺は多いかなと思います。はい、今回、はい、これね黒くブリルだとか、はい、この辺とかなってる、うん、まあ、いわゆるブラックラインスペック。あ、塗りじゃないんですね。でこれはもともと純正の方で黒くなってますので、はい、これね、飯村店長とか内山店長とかはこれね、メッキを何色にするかで結構皆さん悩んでましたけれども、白のボディの場合、はいはい、まあ、今回ブラックラインスペックだったんで悩む必要がなかったっ、まあ、そうですね、もう一択ですね。一択、もうこれは黒のまんま残させていただいて、はい、こことここカーボンの、ダクトトリムとカーボンのフロントスポイラーマンソリ製を取り付けさせていただきました。はい、まあ、でもブラックラインスペックとカーボンの色が合ってて、そうやっぱりかっこいいですね。そうなんですよ。だからここもね、本来は、まあ、ちょっとつけちゃうと派手になりすぎるかなと思ったんですけれども、はい、やっぱりねここはつけて、やっぱボリューム感、うん、横から見た時のボリューム感とかすごい綺麗にありますので、そうですね、これはねつけてよかったですし、ここ黒なんで高橋が言うように、まあ、一体感が出てすごくいいかなと思います。はい、でカーボン目は、これもいつもと一緒の T200 の綾織カーボン目ですね。はい、これもねマンソリーね高いくせに、クリアなしの状態で
ご存知の通り来るのよね、はいはい、だから本当に、何層にも何層にもクリアを塗らないとこんだけのちょっとテカテカの、ね、カーボンならないので、はい、この辺はね板金屋さんも結構大変ね、高いんだから塗ってきてくれたらいいのにね。そうですね、なんで、なんでなんだろうね、はい、でこう横にマンソリーのロゴも入ってます、はい、でここはねこれブラックラインスペック、エンブレムはねシルバーなのよ、はい、だからマンソリーロゴもシルバーあえてそう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 残してるような感じですかね。シルバーに残して統一感があるように仕上げさせていただきました、はい、でまあ、前回と一緒でアドオンなんでそう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 、まあ、レーダーとかその辺あたりも全然干渉なしで、ここはねもうノーマルのまま残しているので、はい、PTS だとかレーダーの、アダプティブクルーズコントロールのレーダーとか、はい、この辺は純正残しているので、まあ、誤作動もなく安心して使っていただけるかなと思います、はい、から上にこう行きまして、はい、またこれね、フライングビーのイルミ点灯加工、はい、これね、光るようになってるんですね。そうですそうですそうです、日本仕様ね途中から光らなくなっちゃったので、そうです ね悲しいことに、そう悲しいことにやっぱり言う人多いですもんね。高橋も一見言われてるのかな。そうですね、はい、フライングスパーで結構カスタム相談される方はついでにって言ってもう見積もり取られる方、あ、まあ、確かに多数いらっしゃいますね。で飯村店長が最初に名古屋店でねやってくれておかげで、爆売れ中でございます、はい、ただまあ純正とはね、純正ってあれ昼間は点灯してないんだけど、まあ、これはね、はい、配線でするので、まあ、ちょっとずっとつきっぱなしにはなるんですけれども、はい、まあ、夜はすごく綺麗に光りますので。そうですね、はい、全然イメージ変わりますね。イメージ変わるのはね、やっぱり、はい、どうせね LED が埋め込まれてるんだったら光らせたいっていうのが、ね、そうですね、普通思いますよね。もったいないですよね。もったいない、はい、ちょっと前の輸入車のデイライトとかと一緒ですね。あ、そう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 、アウディとかでもデイライト日本仕様は光らないとか、はい、ね、はい、よくしたもんね、コーディングで。そうですね、はい、で続き、はい、サイドに回ってサイド回ると浅井さん今回は、ホイールはマンソリー、前はね、はい、ハイパーだった、前はハイパーです、ね、そうそう、はい、ハイパーフォージュだったんですけど今回は、はい、マンソリーのコンプリートということで、マンソリーのホイール、はい、グレードと種類が FS23、23、多分フライングスパーの略やね。あ、そうですね。で23なのはさっき数えたこれ23本ある、はい、まあまあフィンの、数、まあそうですね、数になってます。でセンターキャップはこのマンソリーのこのフローティングキャップが装着されてます、はい、まあ、走ってもこう回らず、そうそうそう、回らない、ついていくやつですね。でこれもともと、はい、マンソリーでも黒のつやりの黒の設定があるので、はい、まあ、それはもうマンソリーのグロスブラックで今回セレクトしました、うん、なるほど。なぜかというとね、このブラックラインスペックっていうのが、純正もこのホイール黒なのよ、はい、そうだから純正も黒だからそこはまあ純正をリスペクトしてホイールやポリッシュとかね、ポリッシュと黒のツートンとかも進めたんですけど、はい、まあ、ここは純正と同じ黒で、収めたいっていう要望があったのでマンソリーのグロスバック。そうですね、まあ、ここはあんまりギラギラさせても、そう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 、ブラックラインスペックなんでね、ブラックラインスペックなんでね、はい、そこは白と黒で合わせようと。でもね純正より測ったんだけど、はい、重さね、はい、それ正確には忘れたけどやっぱり、これ単造ね、ここにマンソリーのポージットエディションで書いてあるけど、そうそうそう、ポージドですね、やっぱりね軽かった純正より。あ、そうなんですね。で純正ってちょっとスポークが太いから、はい、ちょっと重たい雰囲気ですけど、まあ、これはフィンなんで、すごくプラスバにも似合ってるかなと。なるほど、ね、ホイールとね、ローダウンだけでもだいぶ印象が変わりますので、はい、まあ、このホイールもおすすめかなと思いますね。でローダウンは今回は、そうそうそう、ロアリングモジュール、そう、これやっぱねロアリングモジュールも最近は増えてますし、はい、フラスパ前回もそうでしたけれども今回もモジュールの方で下げてます。なので、はい、高速域は車高がノーマルに戻るので、はい、まあ、片べりとかも、そうそうそうですね、乗り心地も確保できるのですごく増えてますね、はい、で飯村店長のブログにもありましたけど、僕がドイツにネチネチ言ったせいで、はい、ちゃんと落ちるようになりました。よかった。ネチネチと、はいはいはい、継続は力なり、継続は力なり、はいはい、褒めてるのかけなしてるのかわからないですね今店長のコメントがありましたけど、はい、そんな感じです。でこれキャリパーの今回、あ、ペイントしたんですね。そう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 、あ、なるほど、一応マンソリーロゴ、あ、ペイントですね、赤で、マンソリーのロゴで、仕上げてます。これもね、赤はなんかお客さんのラッキーカラーみたい。あ、そうなんですね。そうそうそう、なのでそういう風にね、ポイントで差し色で、まあ、赤とかね、はい、まあ、赤が一番多いかな、ゴールドとか入れることができますし、やっぱ赤、ゴールド、たまに黄色とか、そうだね、それあたりが人気ですね。そうそうそう、はい、で今回はマンソリーのロゴを、入れさせていただきました、はい、
コンプリートっぽくなってるよね。そうですね、でかいからね。そうテンポットでかすぎますね。でかいなってます、はい、で、続いてサイド、ね、サイド、はい、これも、マンソリー、マンソリー、これもね前紹介したけど、はい、そっから、ここねずらーっと交換、ここよりしたいね、はい、の交換になってます。でこれは、まあ前回と同じで交換がめちゃくちゃ大変なんですね。そうね、交換大変ですね、はい、いつもですし、まあ、これもね、はい、ドライカーボンでくるんでツヤなしでくるんで、これもクリアを何遍にも拭いてきれいにしてます。なるほど。でここ後ろね、ここですよね、ダクトがついているので、はい、ダクトは、これもね飯村店長のよくする仕上げで、こう縁残し、はい、カーボン縁残し、この方がねちょっとカーボンのここの縁を多く取ることによって、はい、ダクトを、まあ、大きく見せるというかね、カーボンを、まあ、よく見えるように見せてるので、そうですね、まあ、ちょっとこれあるだけでエアロっぽくなりますね。あ、そう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 、やっぱね純正はもうもちろん何もないんでね、これあるとすごく、はい、立体感が出ますし、はい、でここのねマンソリーロゴも、いい感じで光り輝いてますね。あ、そうですね、はい、で続いて、はい、リア、リア、これフロントと見ていただければ、このくぼみねちょっと斜めから見ていただければ、この、まあ、いわゆるコンケーブだねがフロントとは、フロントはねやっぱキャリパーが大きいのでだいぶまっすぐなんですけど、後ろはね結構ちょっと入ってますね。そうそうそう、入ってるし、リアの方がやっぱり315のタイヤつけてるから 12J で太いのよね。はいはいはい、そうそう、だからフロントはフロント専用、リアはリア専用で、こうやってコンケーブがあってより立体感がある仕上げになってますね。なるほど。でまあ、リアも、キャリパーにはマンソリーロゴ、マンソリーロゴ入れて、コンプリートで仕上げてます。しっかり入ってる感じですね、はい、で一応ねタイヤも、ベントレーはね、マリナーパッケージは22インチなので、はい、ベントレーの承認のタイヤもちゃんと装着させていただいてます、はい、23インチぐらいねいけたらいいんですけど、さすがにベントレー23はちょっと無理かなと思うので、タイヤがね2号変形になっちゃう。そう、あ、25扁平ね、そう、リアはあるんだけどフロントがねちょっとなくて、うん、オカとかチャレンジしたいって言ってたけど、ちょっとタイヤがフロントがないかなと思いながらです、はい、誰かチャレンジする人がいればぜひぜひお願いします、はい、ご相談ください、ご相談ください、はい、多分無理かな、あ、またかなで、リアの方ですけれども、はい、まあ、これも見てもねすぐ分かる通りマンソリー製のリアディフューザーと、はい、マフラーカッター、はい、こっから下のこのラインですかね。そうそうそう、はい、このラインから下のラインに出ます。でダクト、サイドのダクトもカーボン残しですね、はい、あ、ここですね、そうそうそう、はい、でからのマフラーカッター、これも、マンソリー、クロームなんですけれども、はい、これもブラックラインスペックが黒なので、これは黒にグロスバックに塗りました。塗装してる感じですかね。そう、塗装しました、はい、で、あとはディフューザーですね、はい、ここが大きなディフューザー、カーボンのディフューザーになってて、純正の、バックライトとかはここに移植されている。あ、これですね、はい、でリアねすごく立体的な造形で、ね、ディフューザーっぽくなっててすごいかっこいいですね。そうですね。でここね、アヤオイのカーボン面もすごく綺麗になってますからの、まあ、上見ていただければ、こうトランクスポイラー、トランクスポイラー、やっぱりねこれも、やっぱりねコンプリートなんで絶対つけないといけない一品ですね。で、ま、エンブレムが言ってるように純正クロームなんで、ここエンブレムはマンソリーもクロームで残してます。で残してる感じですね、まあ、これもね塗るっていう話もあったんですけど、はい、やっぱりオーナーそこまでやったらちょっとやりすぎかなっていうことで、はい、この辺は純正を、まあ、リスペクトしてロゴを、そう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 、クローム、はい、その代わりホイールだとか、はい、マフラーカッターとか純正で、もともと黒いところは黒くさせていただいたような感じですね。なるほど。今回トランクスポイラーはすんなり来ましたか。来てないですね、はい、トランクスポイラーは遅いです、はい、やっぱ遅いですね。遅いです、はい、でも今回さらに遅いパーツがありました。何でしょう。それはまた後で分かりました、はいはい、紹介したいと思います、はいはい、でもやっぱりブラックラインスペックなんで黒とカーボンで基本的には統一されてて、ね、エンブレムとかはね、うん、あえてね、はい、シルバーに残して、あとはもう黒、この辺はねもともと純正ですので、で後々ね、まあ、もともとシルバーの車を買って、はい、まあ、こういう風に黒するのでも全然いいと思う。かっこいいです ね、いいと思うので、その辺は、いくらでもやりようがあるので、また相談していただければと思います、はい。
でマフラーはですね、はい、ノーマルでバルブがついているので、まあ、開閉できるようにこういうモジュールをつけてみました。あ、はいはいはい、そう便利なやつですね。そう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 、昔で言えば EBM、 EBM、はいはいはい、エキゾーストバイパスモジュールだったんですけど、はい、今はねモーター、大体モーターでこうバルブが開け閉めになっているので、そのモーターに対して、はい、開け閉めをこれでコントロールするような感じになってます。はい、はい、でこれを押すと開きましたね。開いてね、はい、閉じる、開く、まあ、閉じるっていうのが手軽に、だからスポーツモードにしたらバルブ閉じ、はい、開くんですけれども、はい、コンフォートでもねバルブだけこう開けたりだとか、はい、まあ、そういうのが楽しめるようになります。そうですね、まあ、スポーツモードにすると開くんだけどちょっと乗った感じがスポーツになりすぎてっていう方とかはもうぜひ、そう、あれエンジンとか全部ミッションとかも変わってしまうので、そうですね、まあ、コンフォートのまんまでバルブだけちょっと大きいしたいで、やっぱりね、はい、最近マフラーの改造がだいぶ厳しくて、ええ、やっぱりマフラーを交換することがどんどん難しくなってきているので、はい、まあ、手軽にねこういうのでやるだけでもだいぶ楽しむことが、エキゾーストの、ね、音を楽しむことができるかなと思う、はい、まあ、こういう商品もベントレオももちろん対応します。はいはい、でこの間僕コンチネンタル GT の後ろを走ってたんですけど、うんうんうん、スポーツモードにしてても、うん、加速しだすと閉じるんですよ。あ、そうだね、低速トルクを重するときは閉じたりするので、だからこういうのをついているとそういうときでも開けっぱなしにできるんで、まあ、もちろんね、はい、厳密に言えばトルク稼ぐために閉まってる方がいいんだけど、はい、まあ、そんなに、これね、600馬力だったっけ、もうそれぐらい すごいえげつない馬力だから、はい、そんな低速トルクとか、うん、そんなに街中で分かんない、日本の街中で分からないというね、そうですね、それよりかはやっぱりこれでね音をね、うん、ちょっとでも楽しむ方が、まあ、こういうのもありますよっていうご紹介したいと思います。はい、はい、じゃあ次は、インテリアの方紹介していきたいと思うんですけれども、はい、ちょっとドア開けていただいて、はい、そうするとですね、このマンソリーのエントランスパネル、カーボンのエントランスパネル、はい、イルミ付きの、そう、イルミ付きで、ここもともとベントレーロゴで、まあ、光るようになってるんですけれども、シルバーのパネルで、はい、今回、はい、カーボンの、マンソリーのパネルに交換させていただきました。なるほど。で、この青のね光ってるロゴなんですけれども、はい、こちらの方ですね、ちょっと操作するので見ておいてくださいね。まあ、今青の、ロゴで光ってるんですけれども、室内のムードライティングのですね設定をアクセントから交換する、変えることによって青から赤、あ、連動してるんですね。そう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 、白、緑、黄色、これかっこよくない？これかっこいいです。そう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 、めっちゃかっこいいです。そう、これマンスリーもねこれに完全対応してて、室内の設定に合わせて、これね、こことかドア見てもらって、この辺アクセントから見てもらったら分かるけれども、はい、純正のイルミに全部連動してここが変わるように、スカーフプレートも光るような感じですよね。かっこいいよね。かっこいいです ね。なので今回もこれを装着させていただきました、はい、これ多分ね、つけた人は初めてだと思う。ああ、そうなんですね、うん、東京店と名古屋店の見ててもこれついてなかったし、前も俺つけてないから、はい、まあ、今回ね初装着だったんだけれども、すごくかっこよく、ね、多分オーナーさん見るのってもう乗るまでの数秒だと思うんですけど、やっぱりでもそうそうそう、あるとないで全然違いますし、ね、そうかっこいいよねやっぱり、はい、マンソリーみたいな感じで、ここもかっこよく仕上がったかなと思います。はい、はい、じゃあ今度ね、見ての通りビアモニターの方を装着させていただきました。はい、初めて見ました、ね、でしょ、はい、まあ、大阪店もねフライングスパーで、リアモニターつけるの初めてだったんですけれども、はい、なかなかねこれも大変で、時間とね納期もかかったんですけれども、そうですよね、なんとかね、無事に装着させていただくことができました、はい、でこれね今見てるのは DVD で、 DVD はトランクの中に、DVD プレイを設置して、これ一応前と後ろで見れるようになってます。なるほど。はい、で最近ね人気の、携帯のミラーリング、ミラーリング、はい、それも対応してますので、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、お願いします。じゃあちょっと、DVD からミラーリングに切り替えたいと思います。こんな感じでですね、変わりましたね、変わりましたね、せっかくなんでまたボンドチャンネルを見ましょうか。はい、お、早速上がってますね。
まあ、携帯の画面、好きな画面というか、そう好きな動画とかをいつでも見られますよと、見ることができます、はい。まあ、なのでね、お子さんとかいる人でも前後でミラーリングですね、見ることができてます、ね。これは今もう大人気ですし、すごい便利ですよね、やっぱり。まあ、でもね、これね、大変なのよですよね。もともと車って当たり前ですけど、はい、その映像を見るように作られてないので、そもそも入力するところがないので、はい、結構みんなね、手軽にミラーリングって言うんですけれども、はい、めちゃめちゃ手間かかってます。なるほど、はい。だから結構金額もします。はい、はい。ただそのあたりはぜひぜひご相談いただければ。いただければ、そうね、はい、できる車できない車もねあるんでね、その辺はご相談いただければと思います。はい、それでは高橋君、本日のベントレーフライングスパマンソリーいかがだったでしょうか。はい、まあ、かっこいいのは間違いないですね。でやっぱり、ブラックラインスペックが今回装着されてますので、それとバッチリカーボンもあっていて、で前回の黒のフライングスパーとは違って、マンソリーのホイールになったりとか、うんうん、いろいろ変化はあったんですけれども、うん、やっぱりまあかっこいいなと思いました、うん。であとはバルブ開閉のモジュールであったりとか、うんうん、リアモニターであったりとか、あとミラーリングですかね、まあ、便利アイテムもついていて、うん、非常に乗りやすい車なのかなと思いました。はい、そうですね、まあ、前回もね、まあ、マンソリー組ませていただいたんで、ある程度ね、ある程度のね、内容というかね、それは分かってたんですけれども、はい、まあ、一番今回待ったのがさっきのカーボンのマンソリーのエントランスモール。エントランスモール、なるほど。これがね4、5ヶ月ぐらい待ったかな。あらそう、あれがね、はい、一番待ちました。なるほど、まあ、それもね、初めてだったんでね、うまく光るかとかありましたけれども、まあ、無事に装着させていただいて、はい、あとはね、さっきのリアモニターですとかバルブのやつですかとか、まあ、そんな感じで、まあ、いつもねお世話になってるお客様なので、まあ、どんどん、俺ので試していいよという形で、まあ、今回させていただいて、まあ、弊社もね、僕たちもノウハウを得ることができましたので、はい、まあ、現行のフライングスパーでここまで結構いじってるっていう車もね、なかなか少ないと思いますので、そう、前の黒のベントレーも、まあ、もちろんねすごく良かったんですけども、さらにねバージョンアップして、まあ、いろいろと装着させていただいた本当にベントレーのね、今の現時点での結構完成形のカスタムなのかなと思います。はい、で明日ね、お客様納車ですけれども、なんだかんだで結局 1.5 ヶ月ぐらいはかかりました。うん、はい、パーツ取り寄せに、さっき言ったようにエアロは3ヶ月ぐらいだったんですけど、はい、やっぱり長いもので4、5ヶ月ぐらい、うん、で、納期でやっぱり施工でね 1.5 ヶ月ぐらいかかりましたので、まあ、次ね興味持っていただいているオーナー様は参考にしていただければと思います。はい、はい、それでは本日はこのあたりで、次はどんな車が出てくるか楽しみにしておいてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。